官房長官。実は私、この碑文について、委員から質問通告の中で初めて知りました。で、ご指摘の碑文は、広島市によって、作成されたということでありますので、政府の立場としてコメントすることは、これは控えさせていただきたいというふうに思います。その上で、いろいろ調べる中でですね、広島のこのウェブサイトによりますと、この碑文は、すべての人々が原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争という過ちを再び繰り返さないことを誓う趣旨であるというような説明もありました。いずれにしろ、戦争は二度と再び起こしはならない、そのように考えます。質疑の時間が終了いたしました。ありがとうございました。他にもたくさんあったんですけど、また次回させていただきたいと思います。ありがとうございました。次に松田学君。日本維新の会の松田学です。今日本維新の会、中丸委員の方から質問させていただきましたが、前通常国会に引き続きまして、メンバー同じでございます。今国会もよろしくお願いいたします。